はい、ありがとうございます。今日は、2021年7月の18日だと思うんですけど、多分ということで、はい、お疲れ様でございました。はい、ありがとうございます。今日は、2021年7月の18日ね、はい、フラットさん PV 先行発表ライブでございました。ありがとうございま す、ね、今回の PV もすごく爽やかなイメージというか凛とする感じですよね。凛とする感じ、はい、でしたけれども、ね、なんかチクリーンですからね。そうやね、そうやね、なんかなんていう の、 マイナスイオンとか浴びれそうな、ね、そんな感じがめっちゃしましたよね。緑の中で撮ってまいりました。そうすごい素敵でした。なんか映像を見ながらね、はい、その歌を聴いて染みました。めちゃめちゃそう。逆にどうですか、最近モダンは。あ、モダンですか。あ、モダンの話ですか。いや、モダンどうでしょう。なんとか。ライブはどれぐらい増えてるんですか。あのね、逆かな、ちょっと減ってるんですか。減ってるっていうか、なんていうの、ちゃんと一個一個大事に、まあ、今日みたいな感じで一個一個大事にしていくっていうか、そのちゃんとこう一緒に協力したりとか一緒に作り上げていくみたいな作業をしていきたいなと思って、はいはい、で、はいどうぞみたいな、勝手にどうぞみたいなやり方をやめて、はい、店的にもっとこうできることを精一杯やろうと思って、そうするともう少ないぐらいでいいかな。週半ばはそういう準備に当てて宣伝したりとかっていう方向で行こうかなと、はい、思ったりしております。ね、最近やっぱり動画とかもね、このこういうの動画も見てくださってる人本当たくさんね、いらっしゃいますけど、そういう力っていうのがあると思うんでね、幸せ、はい、フラットさんはどうですか最近。そうそう、あ、これこれね、はい、今日こんな感じでございます。この、はい、フラットさんは最近どんな感じでございますか。日々にライブはどうですか、増えてきてますか。それこそまあソロは、あ、そうか、ソロやったりか、はい、ね、もう昨日は炎天下の元、うん、あらまあ、まあそこまでめちゃめちゃ暑いわけじゃなかったですけど、はい、でもこれからちょっとねやっぱり夏 ね、なんか外慣れがもう全然ないんで、うん、あ、外でやることが明らかに減ってるので、そうかそうか、1年半、そうやね、久しぶりにちょっと、うん、おおってなりましたね。クラクラするみたいな、ちょっと外ってこんなんだっけみたいな、うん、ね、そういう感覚をちょっと取り戻すのにね、また時間っていうかちょっとかかりますよね。そうですね、ね、そうかそうか。でもまたね、その、こうなんていうの、まあライブの中でも言ってはれましたけどね、その外でやることもまた良さというかね、いろんな出会いがあったりとか、はい、何一つ屋根ないです。ね、それはでもまあでもなんかそれはそれで夏の醍醐味な感じはしますけどね。そうですね、うん、屋台が出てたりして楽しかったんですよ。かき氷とかもあったし、あ、いいじゃないですか。いいですね。なんか去年ほんまにそういう楽しみが全くできなかったから、ね、ちょっとずつはそういうね、夏の楽しみになるのもあればいいですよね、うん、お二人どうですか、夏の楽しみ、この先何かありますか。夏の楽しみってあるんですかね。夏ならでは何かをこう、うん、それこそ私は前も言ったかもしれない、かき氷で、かき氷が楽しみやけど、はい、夏何やろね。あ、でももうね、南の島にも行かはったもんね。まあ、南の島行きました、ね、うん、行きました。どうでしたか、雨やったりとか。ちょっとまあ最終日ギリ、うん、はい、なるほどって感じですか。いい感じで、そうか、ね、夏の楽しみ、うん、夏の何やろね、夏、夏ね、多分、うん、食べ物ぐらいですかね、夏が旬のものを。夏が旬のもの、何でしょうね。私どうしてもトマトとかね、夏のそういうキュウリとか、ね、そっち系を思いますね。どうでしょう、お二人は。夏になったら食べるもんとか。冷たいものが欲しくなるんですけど、食べ過ぎるとお腹壊すんで。ああ、確かに確かに。いいペースで食べたいんですよ。まあ、そうめんは間違いなく食べるでしょうね。うんうん、そうやね。そうめん美味しいよね。美味しいですね。そうめんは美味しい。確かに。この冷やしラーメンとかよく食べますね。ああ、冷やしラーメン。はい。それはどっかのお店で？まあ結構いろんなお店がやってて。あ、つけ麺的なやつですか？はい、もう普通にラーメンなんですよ。スープが？その、はい。スープが冷たいの？そうです。へえ、あ、それ知らんかも。温め忘れてはるんでしょうね。え？
温めますかって聞かれんかったで。そうそうだから温め忘れた。温めますかって聞かれんかったから。そのまま食べてもらった。温めるんですよ。なんか冷たいなみたいな。まあ、あと天ざるそばとかうどんとかいいですね。この季節。いいですね。やっぱ夏はちょっとその麺系がね。そうですね。そのつるつるっとね食べたい。お昼はそんなんでいいかなっていう感じですね。僕はでもまあこれは、うん、あの南の国、うん、東南アジアとか多いですけど、辛いとこ多いじゃないですか。ああ、そうですね。暑い国はさらに汗を出して、うん、ああ、そうですよ。熱を出すってやるはるじゃないですか。だからこう辛いものとかね、タイとか。僕そんなほんまやな、そんな言いながらこの間スンドゥブチゲ食べてました、ね。おお。まあそういう僕はこう沖縄で好きなのが暑いとこで、もうクーラーもかかってない、扇風機が回ってるぐらいのとこで、食堂で沖縄そば食べて、まあそれだけでも結構汗かくんですよ。そこに最後にこれグースっていうめっちゃ辛い。やつをドバーって入れて咳込みながらスープ飲み干して汗だくになるのが好きです、ね。ああ、暑い言いながら食べるっていうね。ああ、辛い言いながら。それこそ夏を感じてる、ね、そうですね。食べ方よね、それで、ね、はい、そうか。ぜひ皆さんもね、その暑い夏にあの暑いものを食べる。冷たいものに頼ったらないの。辛いものを食べよう。辛いものを食べる。オーラで解決するから。でもね、ビリヤニもそこそこねいい感じで汗かきますからね。そうですね、辛い、そうそう、いいスパイシーさですよね、はい。なので、ぜひ店来られましたってことは、あれいや一回食べたよ、一回食べたけど持って帰っていただきましたね。そうそうそう、前の時、そうそうそう、前の店の時やったね。どうやら、ね、1年ぐらい経ってたね。どうやらもうすぐうち1周年なんで、お店が。おお、じゃあその1周年のあたりでこうお祝い的だから、ちなみにいつですか。7月31がおまな1周年で。あ、そうなんや、そうなんや。何かそういう企画的なことはしないんですか。一周年企画みたいな、やります。おお、じゃあその辺を前後、あ、でも当日はな、やっぱりほら人多いかもしれんから、そう、ね、前後で、はい、前後でちょっと攻めてみたいなと思いますけれども、そのフラットさんとしては、フラットとしては、うん、いや7、8はちょうどワンマンもだからなかったので。ああ、そっかそっか。ほんならその PV 選考とその新曲発表が関東ですか。あれ、名古屋ですね。新曲は名古屋です。名古屋、はい、おー、名古屋の皆さんね、はい、新曲発表楽しんで。そうなんですよ、だからね、しばらくの間ここでね新曲発表やっていただいてて、ね、全部やらせてもらってましたからね。ありがとうございます。いやー、もうこちらこそですよ、本当にね。なんかやっぱり、あ、これはもうこの話はもう言い尽くしたからもういいか。やっぱりねやってくださって、ちょっとモダンタイムスがライブハウスを保てたと本当に思ってますよ。ありがとうございます。 ね、今日の曲もね、なんかそういうなんか曲でしたけれども、なんかね、ここにこう帰ってきてくれるというか、いろんなところにまた行かれてもね、また帰ってきてくれるっていうのがすごく本当に、はい、私としては守らななっていうね気持ちになるし、ね、今日ちょっと言いましたけど、配信中にというかね、ライブ中に言いましたけどね、でも本当にお客さんからしたらフラットの曲を聴くことがただいまっていう気分なんじゃないかなと、うん、本当になんか会社とか仕事とかしんどいなとかね、疲れて帰って家帰ってフラットの曲を聴くとか、帰り道にフラットの曲を聴くとかで、すごくこう気持ちがね、ただいまっていう気分になるんじゃないかなと、はいはい、思ったりして見ておりました。なのでまだね、曲のタイトル言ってませんけど、はい、なんとなくこれは気になる方はツイキャスプレミアを見ていただければ。それ、はい、そういうことでございます、はいはい、ということでね、またね、次回は私も何も聞いてないんですが、まだね、何の PV かをね、なので、一緒にね、お客さんと一緒に楽しみにね、はい、してみたいと思います。はい、ということで。来月はもう、あれじゃないですか、うんうん、あれも決まってる感じ。いや、俺知らない。まあ、いや、わかんない。まあ、ね、あ、それでもなんかお客さんなんとなく分かってると思うよ言うたはったよ。いや、あれ嘘です。はい、そうなんや。嘘、完全嘘です。適当に言うたって。あれなんライブ。わからんけど。あ、そっか。あ、そっか。そういうことか。なんか、こう、ほら、なんとなくこう、みんなで当て合いっこしてる雰囲気なんかなと思って、お客さんたちが。次何やと思うみたいな。あれかもです。ね、でももうあれかあれです。あれかも。じゃあれかも。あれかもか。店長知ってるやつかな。あ、なるほど。あ、もしかすると過去一番そこの
長い時間を取ることになるかもしれないですよ。だからあのコーナーがね、その尺をね、確かに、ああそうか、あ、喋ることが語ってまうかもっていう感じね、はい、そうかこの これで分かる方いらっしゃったらなかなかベテランですね。いや絶対いないですこの会話で何やろうみたいな情報ゼロなのお前ね、はい、お前ね、長く喋るかもっていうところだけだからね。なるほど、はい、ね、そんな感じで皆さんね、8月9日ですか、うん、9日、はい、9日はお昼なんで、はい、あのお見逃しなのよ、はい、でお休み9日だから今年は休みなんですね、祭日なんですよね、はい、うん、オリンピックのせいかな、なんかの振り返り休日かなんかなってて、祭日だと多分だから、まあ、それでお昼なんですけど、はい、で皆さんお休みの1日をですね、はい、フラットとともにお昼のライブはもう夜もしっかり過ごせますから、そう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 、ね、本当本当なので、はい、まあ、暑さ対策をしっかりして、ね、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。はい、ということで、今日はありがとうございました。